皆さんこんにちは。いや、みんなどっからが洗脳でどっからが自分の意思なのかって考えたことありません？例えば前の動画で僕すごい最近ね、アンドロイドの携帯が気になるって言ったじゃないですか。で、アンドロイドについてね、 YouTube で調べていたら、アンドロイドめっちゃいいよ、 iPhone なんかよりも絶対いいよってね、主張してる人がたくさんいて、そういった動画を見まくっていたら、うわ絶対アンドロイドじゃんっていう僕のね、脳がなっていっちゃうんですね。それって自由意思なのか洗脳なのかどっちっていう、みんなもね、僕の動画見ててこれ洗脳ですか洗脳ですかって言うじゃないですか。それにね、影響を受けて自分もその脳にね、変換していっちゃうっていうのは、それは洗脳なのか、あるいは自分が選択しているのか、まあ、今世界情勢的にかなり危険じゃないですか。こういったね、いつ戦争が起きてもおかしくない状況って、みんながね、自国のね、技術をね、どんどん発達させていくので、すごいスピードで成長していくんですね。ただ一昔前ではそれがね、技術だけではなく、なんとね、人間も兵器として使われていたんです。もしかしてみんなも、今日ちょっと過激な動画になるので、Lなんちゃら D っていうね、お薬あるじゃないですか。あれをちょっと隠語として L って呼びますね。うん。まあみんななんとなく何かわかりますよね。それ調べたらすぐ出てくるので、とりあえず L って呼びます。第二次世界大戦時もマンハッタン計画に成功したアメリカは、核の力による単独覇権かと思われていた時代でしたが、1949年にソ連が原爆実験に成功し、冷戦時代にはアメリカとソ連の間で核兵器の大量製造が進み、両陣営は激しいスパイ合戦を繰り広げます。アメリカの諜報機関 CIA、ソビエトの秘密警察 KGB、 両国は疑心暗鬼に取り憑かれ、異常な監視社会を生み出し、人々の自由を奪っていったんです。そこで CIA がある恐ろしい計画を生み出してしまいます。敵をマインドコントロール、洗脳する方法はないか、疑問から生まれたプロジェクト、それが MKUltra。 1974年ニューヨークタイムズ紙が CIA が法に反して大規模な国内情報活動を行っていた旨を暴露したことがきっかけで、その存在が明らかになりました。冷戦時代、当時 CIA はロシアがブルボカプリンという薬を使い、潜在意識から情報を引き出すテストを行っていることを知り、また朝鮮戦争中の北朝鮮ではアメリカ人捕虜への尋問として L が使用されているという情報を得ていました。そして第二次世界大戦中、ドイツを占領したアメリカは、ドイツが行っていた実験の研究資料を持ち帰るとともに、ドイツ人の科学者や生体解剖者、拷問者をドイツからアメリカに連行します。この一連の作戦はペーパークリップ作戦って言うんですけど、ジャーナリストで著者のステフェン・キンザーによると、この同時期に日本の医者や拷問者も雇われ、第二次世界大戦中に行っていたとされる日本の人体実験について CIA が抗議を受けていたとされています。日本がここでアメリカにどういった情報を、ね、提供していたのか具体的には分からないんですけど、のダッハウ強制収容所で行っていたメスカリンという成分やサリンについては CIA がね、抗議を受けていたようです。このペーパークリップ作戦によって入国したの科学者たちが参加したのは、アメリカのメリーランド州にあるアメリカ陸軍の医学研究施設、フォートデトリック研究所での研究でした。1940年代からその場で生物兵器の研究が行われており、 MK ウルトラ計画の前身となるアーティチョー計画、薬物を使用した精神の破壊による尋問方法が研究されていました。そして当時 CIA 長官を務めていたアレン・ダレスが科学者のシドニー・ゴッドリーフ博士を採用したことにより、プロジェクトの規模が拡大します。ダレスは世界精神医学会の共同創始者ドナルド・ユーイン・キャメロン博士のサイキックドライビングという論文に関心を持ち、それは統合失調症の治療として記憶を消しリプログラミングするという内容でした。キャメロン博士はアドルフ・ヒトラーの側近ルドルフ・ヘスの精神鑑定を行った人物であり、サイキックドライビングはもともとが行った数々の非人道的実体実験の実験報告書をもとに書かれた論文だったんです。もうそれ聞いただけで本当見てはいけないものをね、見ちゃった感がありますよね。ゴッドリーブ博士は自白剤の開発をしたく、 L という幻覚剤の効果に期待をしていました。研究者や捕虜を対象に L をね、投与する実験を行い、望んだ結果を得られず苛立ちを感じていたんですけど、ダレスは彼の実験をいくらでも後押ししてくれる自信があったため、新たな野望を抱き始め見るんですね。それがMK ウルトラ実験の始まり。1953年、ダラスは MK ウルトラ計画を承認し、公にはソビエトが行っている実験のように説明し、その存在を隠蔽していました。同年には CIA が10キロの L の購入を検討していたという文書が残っていて、これは1億回の投与に相当するとのことです。もう想像しただけで頭が回りそうになりますよね。まあね、購入の目的はもちろんね、実験に使うためではあったんですけど、もう一つね、その敵国にね、回らないために、
のサプライを独占するという目的もあったそうなんです。その後 MK ウルトラ計画の下に149のサブプロジェクトが立ち上がり、その中にサブプロジェクト68というものがありました。サブプロジェクト68はカナダモントリオールのマッギル大学附属アラン記念病院にて、あのねキャメロン博士のサイキックドライビングの臨床実験を行う研究で、これは後にモントリオール実験として知られるようになります。その MK ウルトラ計画は多くの実験結果を得るために嘘の広告を出し、アメリカ人カナダ人の市民の同意のないまま実験を行っていたとされています。また被験者同様、本当のね目的を知らされていないまま実験に参加させられた研究者たちもいたんですね。そしてねこれあまりね知られていないんですけど、アメリカの実質支配下であったドイツ、日本、フィリピンなどの国でも法の目を逃れるため極秘の強制収容施設が建てられ、そこでもおぞましい実験が行われていたと言われています。日本でもかよ。 MK ウルトラ計画の目的として L などの投与による洗脳、精神的拷問で敵に自白させること、また洗脳によって暗殺を命じることが可能かなどがありました。まず初めの実験内容としては、電気ショック療法、脳外科手術が使っていたタブリン、サリン、ソマンといった致死化学物質を含む神経ガス、精神化学薬品類 L の投与でした。この実験は合計で80もの刑務所、病院、大学で行われ、当初は病院の患者や受刑者、また中毒者や売春婦といった比較的ね拒否権を持たない人権的に弱い人たちが選ばれ、まだ市民への実験は行われていなかったんですね。受刑者に関しては長めにフリータイムをあげるなどを釣りに、なんか現代でも似たようなことで得点あげますよとか言われてるね。実験への参加を促し、L などの様々なドッグを投与され、精神障害者の中には174日間にわたり毎日 L を投与された人物もいたそうなんです。ほんと人間の限界を試してるよね。あのマーベルの超人がね生まれてくるような現場ですよね。1956年にアトランタ刑務所の受刑者だったギャングリーダーでホワイティの中傷で知られているジェームズ・バルジャーは MK ウルトラプログラムの実験に参加させられたと証言していて、そこで彼はコカ・コーラが資金を出している統合失調症の治療実験への参加と聞かされ、他17名と共に18ヶ月にわたり L を投与されたとのことです。その結果、幻覚を見たり不眠症になり悪夢を見ているような経験だったと語っています。彼は20年の刑で収容されていたんですけど、実験に参加した結果、なんとね刑務所から9年で出ることができたんですね。ただ本人は Not sure it was worth it、 割に合わなかったかもしれないと言っていたんです。ただ同意なしで行われていた実験もあり、ニューヨーク州精神医学研究所の患者であったハロルド・バウアーはうつ病の治療を受けていましたが、彼は無意識のうちにメスカリン誘導体を致死量投与されたことが判明。このメスカリンとはフェネチルアミン系の幻覚剤で、研究所は彼の死因を自傷行為による過剰摂取と発表していましたが、ブラウアーの家族は彼の薬の監視を怠ったとして病院を訴えました。しかし MK ウルトラ計画が明るみに出た後、ブラウアーの死は実験の結果であると判明したんです。正直ちょっと怖いこと言いますけど、あの病院でお薬もらうことあるじゃないですか。そのお薬が本当に安全なもので、あの病気に効くものなのかっていうね、僕たちはその証明とかってできないじゃないですか。ただ飲むことしかできない。向こうはもしかして何かの実験で行ってるかもしれないと考えるとちょっとゾッとするよね。そして実験は CIA の職員、軍事関係者、医者、政府関係者、そして一般市民までにも広がります。これはアメリカが第二次世界大戦後に確立したニュルンベルク綱領、非倫理的な人体実験研究において人間を被験者とする研究に関する一連の倫理原則に反するものでした。サブプロジェクト42、別名オペレーションメンナイトクライマックスでは、同意のない個人に対する L の影響を研究するため CIA に雇われた売春婦がクライアントをセーフハウスに誘い、 L を含む様々な物質を密かに投与し、 CIA 工作員がマジックミラーの後ろで監視するという内容でした。そして売春婦は被験者が無意識のうちに秘密を明かすように説得できるかどうかを調査するものでした。ある意味マジックミラー号も何かの実験かも。またキャメロン博士のサブプロジェクト68の実験はカナダモントリオールのアラン記念病院で行われ、そこにいた患者が被験者となるんですけど、具体的な実験方法としては、まず被験者に薬物を投与し意識を現実から分離させ、その状態で最大100回ほどの電気ショックを与え、
これを 2,3 週間繰り返すことで人間の脳を空っぽの状態にさせるという実験でした。その後さらに薬物を投与し続けることで被験者は昏睡状態となり、数ヶ月後には自分の中にあるものすべて、記憶や人格を忘れてしまうとのことです。しかし被験者がそのような状態になってからがこの実験のスタートなんです。中身が空っぽになった被験者に対し、何回も何回も同じフレーズを繰り返すテープを聞かせ続けることでサブリミナル効果を生み、被験者の中に新たな人格を生み、潜在意識の奥底にまで刷り込むということを行っていたんです。この実験結果から記憶は意図的に消去でき、その後の脳にはどのような人格でも刷り込むことができるとキャメロン博士は考えていたんですね。そしてそこから生み出された人間こそが恐怖を持たず忠実であり、完璧に任務を遂行できる完全なるスパイである、これこそが CIA の求めた MK ウルトラだったんです。ただもちろんね、こんな非人道的なことをねしていたら人間壊れちゃいますよね。案の定実験中に正常な意識操作ができなかったり、またうつ病などの精神障害を発病し、ミスを繰り返す被験者が増えたんです。 AC The Guardians で紹介された被験者の一人、ヴェルマ・オーリコーさんは1956年産後うつの治療のため精神科病院アラン記念研究所に入院し、その間うつの症状は良くなるどころか悪化、性格も全く別人のように変わってしまいます。いきなり癇癪を起こしたり叫び出したりするようになってしまったといいます。20年後に判明したその原因が MK ウルトラ実験の被験者にされたという事実でした。ヴェルマさんは L の投与を14今回電気ショック、催眠などのね被験者だったと言います。孫娘のサラさんによると、キャメロンは患者が話を聞いていないと分かるとスピーカー内蔵のフットボールヘルメットを患者の頭に装着し、外れないようにロックし、これをかぶせられた患者は気が狂い頭を壁に打ち付けました。そこでキャメロンは次に患者を昏睡状態に陥らせ、メッセージが録音されたテープを気が済むまで流し続けたんです。語っているんですね。もう完全にホラー映画の拷問シーンですよね。悪役のマッドサイエンティスト。また一人軍の科学者であったフランク・オルセンという人物も MK ウルトラ計画の犠牲者の一人で、彼は1953年にニューヨークのホテルからフライアウェイしちゃったんですね。で、その死因が22年間も隠蔽されていたんですけど、オルセンは実は MK ウルトラ計画の一員でゴットリーブ博士の部下でした。彼は亡くなる9日前に飲み物の中にこっそりと L を入れられていたんです。そして死因についても、そのホテルからフライアウェイする前につけられたと見られる傷が見つかっていて、彼が MK ウルトラ実験を倫理的にね疑うようになって、 CIA が彼を暗殺したんじゃないかという説もあるんです。いや、恐ろしすぎる。実は最近になって浮上したこんな説もあって、2019年、記者でジャーナリストのトム・オニール氏がカオスという著書を出版し、そこで驚くべき説を唱えたんです。それがあの伝説のカルトリーダーチャールズ・マンソンが MK ウルトラに関与していたという説です。チャールズ・マンソンといえば1960年代末から1970年代の初めにかけてカリフォルニア州にてマンソンファミリーと呼ばれるヒッピーのコミューンを率いたカルトリーダーマンソンの命令で、1969年にファミリーのメンバーたちが妊娠中だったハリウッドの人気女優シャロン・テートを殺害し、同じ時期に他8名を殺害するなど狂気のカルト集団として知れ渡りました。これら殺害事件はチャールズ・マンソンがマインドコントロールを駆使して自ら手を下すことなく、そのカルトの信者たちが命令を受けて実行していたんですね。またマンソンファミリーはね、しょっちゅう警察と揉め事になっていて、逮捕されては釈放されていたんですね。その殺害事件後も保釈されているんで、そこでオニール氏が注目したのが、殺害事件の2年前の1967年にマンソンの保護観察を担当していた人物ロジャー・スミスが ARP というしようと犯罪者集団による暴力との関連性を研究していたこと、 ARP は National Institute for Mental Health から資金提供を受けていましたが、これは CIA が MK ウルトラ実験を行っていた際に使用していた表向き組織でした。また ARP はヘイト・アシュベリー・フリー・メディカル・クリニック、 AHFMC というハフ MC と呼びますね、というヒッピー人口に安価な治療を提供するクリニックで研究を行っていました。マンソンと彼の信者たちはハフ MC の常連だったようです。もう一人
ここに関与してくるのがジョリー・ウェストという研究家。彼は MK ウルトラ計画でマインドコントロール研究を行っていて、なんとヘイト・アシュベリープロジェクトと名付けた仮設宿泊所を立ち上げ、先ほど出たハーフ MC 内にオフィスまで構えていたそうなんです。そしてそこではカルトの創造と集団作りやその管理について研究していたことが判明しています。マンソンは信者の洗脳の際に L を使用していたことで有名なので、オニール氏はここで CIA がチャールズ・マンソンを使って研究を行っていた可能性を提示したんです。彼が提示した情報は全て状況証拠でね、証明されたわけじゃないんですけど、もしこれが本当だとしたら、マンソンが信者を自発的殺し屋に仕立て上げ、その背景で CIA が関与していたということになります。1975年に MK ウルトラ実験の事実が世間に知れ渡ることにより、被験者の親族含め連邦政府は被験者やその親族から数々の訴えを起こされることになります。実験は1953年から1960年代後半まで行われ、米国会計検査院によると数千人の被害者が犠牲になったと報告されています。この数は公に、ね、なっていないものを含めると数万人になると推測されています。 MK ウルトラ計画は1960年代後半まで続きましたが、その後1972年まで MK サーチという名前に変わり、緊急の継続がされていました。結果はその L という成分が本当不安定なため、求めた結果は得られなかったというんですね。ただこの求めた結果は得られなかったということに関しても、本当のね情報を公開したくないからそう言って嘘をついたんじゃないかと言われているんです。そしてなんと1973年にその時の長官リチャード・ヘムズが関連文書の破棄を命じたことにより、証拠となるものがなくなり、その全貌が見えなくなりました。しかし1974年ニューヨークタイムズ紙が法に反して大規模な国内情報活動を行っていた旨を暴露し、それにより実験の存在が世間に広がることとなりました。結果ロナルド・レーガン大統領が、人間を対象とした実験には対象者が何に同意しているかを正確に説明するという法的文書に署名、 CIA は MK ウルトラが存在していたことを認め、実験が終了したことを発表しました。かろうじて残されていた数枚の文章がアメリカ連邦議会において公開されています。言うけどこういった話を聞くと毎回思うのが、そういった政府関連のね極秘計画とかって別にいくらでも彼ら隠せるじゃないですか。まあ、それに関してはこのね情報を公開しててもその全貌は絶対公開してないよって疑っちゃうよね。しかしなんとここ日本でその後そのマインドコントロールへの執念をね引き継いだある人物がいるんです。それが朝原昌光。朝原昌光はオウム真理教を1988年に立ち上げ、自身をヒマラヤで最終下脱した日本で唯一の存在で空中浮遊もできる超能力者であり、その指示に忠実に従って修行すれば誰でも超能力を身につけることができると歌っていました。その後ね様々な事件やテロ行為によってテロ組織とね認定されますけど、朝原昌光が深くね影響を受けたとされているのがアドルフだったと言われています。朝原は未来予知の力を持つ預言者であると語り、の行動は全てノストラダムスの予言を実現するために意図的にされたもので、第二次世界大戦を起こしたこともそうなら、戦争に敗北したことも予言実現のためにわざとそうしたのだと語っています。そして朝原はその MK ウルトラのマインドコントロール洗脳研究にどんどん興味を持っていくんですね。94年からはエルや覚醒剤などの違法薬物を密造し、キリストと呼ばれたエルを用いた修行を行い、これをキリストのイニシエーションと呼んでいました。また地下鉄サリン事件の実行犯でオウム教団附属委員の委員長であった林育夫は、朝原昌光の命令により信者の忠誠心を確認する方法、また信者の記憶を消す方法について、精神科医ドナルド・ユーイン・キャメロン出費の拷問と医者という本を参考にするように言われます。その結果林育夫はナルコという儀式を開発するんですけど、この儀式ではチオペンタールという麻酔薬を使い、意識が朦朧としたところで朝原に対する忠誠心を聞き出すというものでした。またこれを改良したニューナルコでは自白剤に用いられるチオペンタールナトリウムを投与後電気ショックを加え、その結果後遺症が残ったり記憶がなくなった信者が実際存在しています。その後信者の洗脳を目的とした電極付きヘッドギア PSI を開発します。この PSI は信者の頭部に朝原昌光の脳波を再現した数ボルトの電流を流すことで、朝原教祖の脳波と自分の脳波を同調させるものという謳い文句のもと、出家信者やその子供にまで装着させ、その結果事件後に保護されたオウムの子供たちが口を揃えて
正しかった、今も生きているなどと語っていたと確認されています。このようにね、もしかしたらそのオウム真理教はその CIA の技術を上回る洗脳技術をね手にしてしまったのかもしれないですよね。それで信者たちをね完全に洗脳し、ああいった事件を起こしてしまったと。もしかしたら現在でもこのような技術を受け継がれているかもしれないと思うとゾッとしますよね。そしてこの研究で得られた結果が自然と僕たちの社会に溶け込んで、僕たちを密かにマインドコントロールしてるとか、まあ、ありえないと思うけどね。いや、まあ、ありえないとは言えないのかもしれないけど、ただそこまで恐れる必要はないかと思います、うん。まあ、先ほどもね、その薬とかそういったものをね、僕たちが無意識のうちに摂取、無意識ではないか、意識的に摂取してるから、そこから何かしらの影響がある可能性はかなり大きいと思うけど、だからまあそういったね実験とか何かから逃れるためには、やっぱ自然的な生き方じゃないですかね。ちゃんとした食材を取って、ちゃんと体を動かして日光浴びてたら、みんな元気もりもり生きれるんじゃないかな、わかんないけど。皆さんはどう思いますか？このね、実際に行われていた実験を聞いて、それがその後の社会に反映されたのか、あるいはね全くね本当に結果が得られなくて全然反映されてなく、今もそういったことがね全く行われていないのか、ぜひ聞かせてください。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。